球。痩せてる、痩せようと思ってダイエットとかしてるわけでは決してなくて、まあこう今こうお話ししてると、まあ分かる方は分かると思うんですけど、あのこの2021年に入って裏側矯正を始めたんですよ。1月の半ばぐらいかなから始めて、まあもう1ヶ月経つかな、うん、経つんですけど、その矯正した最初の1週間ずっとおかゆ生活で全然咀嚼ができないことによって顔の筋肉のが衰えちゃって、それで頬がこけて見えてしまったりとかしちゃったりして、今日たくさん噛むこととかたくさん食べるように心がけてだいぶ戻ってきたって感じですかね。もっと痩せてたかもしれません。はい遊びに来ました、ありがとうございますはい、ということでまずこの AKB48 の明日よろしくの番組説明をさせていただきます。この番組は AKB48 グループのメンバーが月曜日から金曜日までリレー形式で個人配信を行います。毎回配信の最後でメンバー自らが次回担当してほしいメンバーに電話をして出演オファーをし、そこでトークテーマまで発表します。で、まあ、この、まあ、ショールーム説明、まあ、ほとんどの方知ってると思うんですけれども、ショールームの説明をさせていただきますと、まあ、アイテムを投げたりコメントを書き込むためには無料のアカウント登録が必要なので、ぜひ登録してください。無料の星ギフトはログインしたり各番組を一定時間視聴したりするともらうことができます。さらに画面左下にあるツイッターマークをクリックして、この番組の宣伝をツイッター上に拡散すると番組中1回だけもらえちゃいます。星ね、星のギフトね、ぜひ拡散してゲットしてください。じゃあ早速ですね、現在のユーザーランキングトップ5を発表しましょう。第5位がハンハンアット群マニアさん、ありがとうございます。そして4位が天野さん、ありがとうございます。そして、あ、変わった、5位が天野さん、ありがとうございます。そして4位がユーガユーナー神尾氏、ユーちゃんはなーちゃんの嫁です、わらさん、ありがとうございます。そして3位がカズシンアット強化推し、ありがとうございます。そして2位がシロアットメグレンジャーシロ、ありがとうございます。そして第1位がザク1971さんです。はい、ありがとうございます。なんかあれですね、今軽く、あれ止まった、軽くショールームの止まってます、あれそんなことない、あ、よかった、いい感じ。今軽くショールームのあのランキングを発表したらあの分かると思うんですけれども、結構あれですね、やっぱ普段私が配信するショールームとは違いますね、ファン層がなんか、いや当たり前なんだけどさ、目押しじゃない方もさ、そう、はじめまして、ありがとうございます。目押しじゃない方もこのショールーム見てくれるのがびっくりです、嬉しいです、ありがとうございます。谷口めぐです。はい、ということで、まずは、まあ明日よろしくね、前回チーム K の岡田里奈ちゃんがあの配信してくれたんですけれども、岡里奈ちゃんとは何だろう、僕夏公演、なんか普段チームが違うからお仕事が一緒になることが本当にあんまり滅多になくって、で僕夏公演8人バージョンになってから岡里奈ちゃんとよく公演出るようになってお話しするようになったんですけれども、まあ前回の配信を見てくれた方は分かると思うんですけれども、私岡田里奈ちゃんの匂いがすごい好きで、なんだろう、石鹸の香り、すごいね爽やかな匂いがするんですよ。なんか香水つけてる感じの香りっていうよりかは、もうほんとなんか石鹸っぽい感じの匂いで、めちゃめちゃ好きで、ずーっと匂い嗅いでて、その日の僕たち公演、そうだから
オカリナちゃんの匂いが大好きだってずっと発信してはいるんですけれども、そんなオカリナちゃんからまさか顔がタイプなんですって電話してくれたのは本当に嬉しかったです。うん、まさかオカリナちゃんが私のことそんな風に思ってくれていたとはね。まあ直接言ってもらうなってやっぱ分かんないなってところもあるから、そう今回オカリナちゃんね、電話越しにこう直接ね、顔がタイプだって言ってくれてすごい私は嬉しかったです。オカリナちゃんありがとうございます。はいかな。まあ軽く今日は何してたか、まあ今日はまあ昨日の夜から私急にお片付けのスイッチが入ってお部屋の片付けめちゃめちゃ頑張ったんですよ。でもまだ今まだお部屋散らかってるんですけれども、そのお部屋の模様替えをしようかなって思ってて、その模様替えをするために必要なものは何かなって思って、それを考えるために今は結構お部屋に物が散乱しているんですけれども、そうですね、今日もお片付け頑張ってました。地道にお片付け頑張っております。はい、じゃあそろそろフリートークも話したということで、本日のテーマトークを話していこうかな。断捨離結構ね、昨日から少しずつ断捨離はできてきております。うん、そうですね、本日のフリートークは前回の岡田里奈ちゃんと一緒に決めたんですけれども、可愛い後輩メンバーについてお話ししたいと思います。まあオカリナちゃんも私にとってはもうめちゃめちゃね可愛い愛しい後輩なんですけれども、そうですね、私は結構 AKB48 に入って5年間ぐらいはずっと一番後輩でいた時期が長かったんですよね。で、あれ16期ってデビューして何年だろう、ドラ2か、うん、で約5年ぐらい後輩、5年 ?4 年か5年ぐらいか、それぐらいね後輩で一番後輩だった時間がすごく長くて、で昇格してからもう結構チーム A にいる時は一番後輩メンバーだったんですよね、私が。そう、私自身デビュー時期はチーム8の初期のメンバーと変わってなくって、そんなにもう本当何日か違いで私の方がちょっと遅くデビューして8よりね、だから結構私そう割と後輩メンバーでいる時間が本当に長かったんですよ。で組閣でチーム B に移動してから後輩という存在のメンバーと接するようになって、今までチームが違うとやっぱりお仕事でも集まる時間がないので、そうだからうん、あまりコミュニケーション話してコミュニケーションを取ってなかったんですよね。そうドラ1よりも後輩です私は。うん、さややとかかよよんとかよりもデビュー時期は後輩、そうかな。エイトとなんかほぼ同期っぽい感じ。私結構15期がデビューして1年後に私がデビューしたんで、なんか15期だけなのかな、その仮研究生制度っていうのがあって、そのセレクションで仮研究生から研究生に昇格できたのが私なんですよ。そうだからひなちゃんよりも後輩なんです。そうひななちゃんよりも後輩なんですよ。まあ、でもドラ1のメンバー結構まあ年がみんな近いこともあって、みんな全然タメ口でいいよっていっぱい話してくれて、それが嬉しかった。そうさややよりも後輩なんですよね実は。あんまりでも結構言ってるけどね。でもなんか
なんかでも最初はそうだな、15期っていうよりも最初はなんかドラ1みたいな感じでファンの方に言われてたぐらいなんですけど、まあそうだな、うん、そう8ドラ1の方がデビュー時期に関して言うと近いかな。私は猫の日だからこれカチューシャしよう、猫のカチューシャ突然の猫耳ちょっとあったから、あ、いいんじゃない、猫、そうですね、そうなんですよ身をよろ自分のショールーム配信でしろよって話ですよね。まあそう猫の日なので急な猫、そうで、そうだな、うん、そうで、まあその先輩後輩の話は置いといて、でそうです、要するに簡単に言うと私は1回15期のオーディションを終え、最終審査まで終えてから1年間の下積み期間を経て AKB48 にデビューしたっていう言い方が一番分かりやすいかもしれないですねそうなんですよ、そう、うん、でまあ本題の可愛い後輩メンバーについて、そうチーム B に入ってから後輩メンバーとコミュニケーションを取ることが増えて、でもそんなになんか先輩らしくいなきゃいけないのかなって今まで先輩としてのあり方をいまいちよく分かってなくって、でもなんか普通にそんなに先輩感出さなくて、出そうとしても出せないから私の性格上、だからまあそのまんま今まで通り接すれば大丈夫かなって思って、そうで接してたらね、みんな後輩メンバーがたくさんメグさんって話しかけてくれるようになって、それが私はすごく嬉しいなって思いました。結構私が難しく考えすぎてたのかな、そうナチュラルに頼れる先輩嬉しい、やったね、そうあんまりね気取らず、もう私のありのままの私で後輩メンバーとして仲良くなってます。そうですね、チーム B の後輩メンバーみんなとっても可愛くて頑張り屋さんの子が多くて、後輩メンバー基本的によく話すのはやっぱりチーム B、 同じチームのメンバーが多いですけど、ここ最近僕の通公演で他のチームのメンバーとも絡むようになったりして、そこでチーム K の16期生の子とかね、てかチーム K の若い子がよく話しかけてくれるんですよね、それびっくり、私はすごいびっくりして、チーム K の16期の子たちとかいっぱい話しかけに来てくれる、そうオカリナちゃんもそうだし、あと小林蘭ちゃんもたくさんね、メグさんメグさんって会うたんびに話しかけてくれるので、それはすごく嬉しいなって思ってますはい、あとはクルルンとかも結構話してくれるかな、他のチームだと、あとズンちゃんとかも結構話すかな、あんまお仕事で一緒になることないけど、なんかでも会ったら話してる、うん、あと誰だろう、いっぱい、なんかこの間クララちゃんがショールームでなんか話してくれてたらしい、クララちゃんもねチーム B 公演出てくれたりしたし、あと誰だろう、いっぱいいるな、うーん誰だ、でももうほんといっぱい、あエイトね、エイトチームエイトの子は、でも初期のメンバーの子はあんまり後輩って思って話してない私自身がね、ところもあるけど、
途中からエイトに入ってきたミッサーとかヒーナとか、あ、そう、あとナーミンだ、ナーミンいっぱい話してくれるね。そう、ナーミン好き、大好き。そう、あとミッサー、ヒーナ、あ、基本チーム B だな、とかは愛しいですね。可愛いなって思っちゃう。可愛い、愛しい後輩です。そう、あとクララ、お、新幹線で席が隣になった時優しくしてくださった。あー、そう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 、そうだ、新幹線ね、嬉しいな、覚えてくれて。あと大竹ひとみちゃんとかね、エイトじゃないけどひとみちゃんドラさんだけど、ずっとメグのこと大好きって言ってくれる。あとハータンもね、可愛いんですよ、愛しいんです。ハータンは可愛いお顔をしてるけど、ちょっと毒舌なところがあるのが魅力的ですよね。でもまだ私はそのハータの毒舌を言ってるシーンをおそらく見たことがないですよね。なのでこれから徐々にね、今はチーム B で集まることできないけど、また何かの機会でね、チーム B に集まったら、そういうハータの姿をね見れたらいいなって思うし、あとだ、なんだろう、でもいっぱいいっぱいはな、いっぱいあるな、キリがないな、後輩メンバーについて。ドラニ、ドラニ、ドラニ子供な感じ、確かにドラさんと比べたらドラニって若いし、なんかやん、なんかやんちゃってほどでもないけど、なんだろう、キャピキャピしてるよね。ドラさんの子って割と大人多いのかな、年齢的にも。ドラニの子なんかずっと子供ずっと子供って言い方あれかもしれないけど、子供だね、ドラニ。可愛い、可愛くて愛しいけど、確かにドラさんって大人のイメージあるわ。うん、なんだろう、若いなって。うん、里音とかかな、レイちゃん、エリーちゃん、あゆちゃん。でもあゆちゃんはお、まあでも年齢はだいぶお姉さんになってきたのか。でもあゆちゃん年お姉さんだよね、ドラさん、AKB のドラさんの中だと。だけどすごい甘えん坊さんで可愛いんですよ、あゆちゃんも、愛しい。メグさんって可愛い。なんかあゆちゃんが髪の毛ショートカットに切った時に、私後ろ姿だけ見たら一瞬さややかと思ってびっくりしちゃったそう、あゆちゃんが一瞬さやに見えた事件が発覚したな。危ない危ない思わずさやって抱きつきに行きそうになっちゃった変態になっちゃう。でもあゆちゃんとはね、いつもギューってしてくれるからね、愛しい可愛い後輩です。確かに里根、レイちゃん、エリーちゃんがすごい子供なイメージがあるな、私の中で。ドラさんでもひとみちゃんとかさ大人だよね。マホピョンとか結構、オカリナちゃんもそっか、割とお姉さんの方か、ドラさんだと。だからドラさんの方がなんか落ち着いた印象が私の中にあるかもしれない。本田そらちゃん多分私と同い年だと思うし、成人式一緒にした思い出があるから。そう、私確かにドラさんは大人なイメージがあります、落ち着いてる。キョンちゃんもね、大人だよね、年齢で言うとね。てか中身も落ち着いてる子が多い、あんまりキャピキャピしてる子いないかも、ドラさん、うん、だからドラニの子たちが幼く見えるのかな。でもそれもそれで素敵ですけどね、それぞれのドラニドラさんの色があってすごい素敵だと思います。
ねえ、まだ高校生だもんね。そうね、かな。あとなんだ、ココナちゃん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 は握手会とかでしか会ったことないな、お話ししたことない。でもなんか一回あのココア、ココアとココナってなんか似てるな、なんか STU のココアちゃんとNMB のココナちゃんと3人で写真撮ったことがあって、それツイッターに、まあめっちゃ遡んないと分かんないと思うけど載せてて、うん、それを載せてます。うん、その思い出があるかな。可愛いココナちゃんお顔が、うん。谷口さんのプリュ鑑賞配信の時に好きになった。自分は HKT だから5期生の田中いおりちゃんかなを見てほしいかな。 HKT さん、うん、なんか劇団やってますよね今 HKT さん、すごい。自分たちで劇団作って披露してるって全部自分たちですもんね。すごって思って、すごいな、すごく感心してます。うん、ココナちゃん確かにサトちゃんと仲いいよね。うん。すごい、本当にすごいと思う。激恥。ハッシュタグね見てますよ、ツイッター、ツイッターでですけど、あの。すごいなって思いながら、なこみくってめくちゃんより先輩、うん、先輩なのかな、先輩だと思います。でもほんでもそん、うん、難しいな、あれ、でもなんか2014年デビューだったら同じな、あれ微妙だな。でもでんでん夢中で仲良くなって、なんかどっちが先輩か分かんなくなっちゃって、お互いあれ、え、絶対なこみくさんの方が先輩ですよみたいな話になって、どっかのバスででんでん夢中の MV 撮影の時に、え、しかもめぐさんの方が先輩ですよ、いやいやそんなことないですよみたいな下りになって、あ、じゃあ結局じゃあもうタメ口で話しましょうみたいな感じになった気がする。え、あんま記憶にないな、え、どっちだろう、でもなんかそんな感じ、どっちが先輩か分かんない事件が発生して、でんでん夢中の MV 撮影の時にね、え、の方が先輩ですよ、え、そんなことないって、そう、だからでんでん夢中で一緒になってからタメ口で話すようになったくらいなので、 HKT さんの3期生は、3期生さんは未だに私もどっちが先輩か分かんないから、もうとにかく敬語で話してます。うん、そう、でんでん夢中でね話しました。じゃあそろそろあれですね、もうそろそろ明日の、めっちゃ急に話切り替わるんですけど、明日のね、担当してもらうメンバーをに電話をかけたいと思います。電話出るまで、ではかけます。まだスピーカーにはしないですよ。
もしもし、今スピーカーにしてもいいですか？はい、大丈夫です。はい、では皆さんに自己紹介お願いします。はい、川上千尋です。ちひー、よろしくお願いします。はい、 NMB48 の川上千尋ちゃんに託します電話を。明日久しぶり、ね、久しぶり、嬉しい。急なね、元気ですよ、もちろん。ちょっと有名になっちゃって。いやいや、有名じゃないですよ。全然。そう、仁義なき千尋とは、はい、仁義なき戦いの博多座の舞台で仲良くなって。はい、そうです。そう、一番仲良くなったメンバーなんですよ、その姉妹グループ。うんうんうん、なんか嬉しい。そう、嬉しい。そう、一緒にご飯行ったりとかして、うん、で同い年で、あと共通点言うと千尋とは、うん、そうですね。で、成人式の立ち位置、うん、が姉妹だったんですよ。そうなんです。そう、その当時はあんまり話したことないから喋ってなかったですけど、まあ、こうしてね、博多座の舞台を経てこう仲良くなれたのが私の中ですごく嬉しくて、で本当は千尋と舞台終わったら京都に行こうねみたいな。そう言ってたよな。そう言ってたんだけど、ちょっとね、まあこのような状況になってしまって行けなくなっちゃって、でもそのね、収まったら絶対行くから。絶対行く。行こうな。うん、絶対行こう。行く。こう行って人力車乗ろうな。あ、乗りたい。え、めっちゃ乗りたい。乗りたいな。うん、乗りたい。乗りたいな。会いたいしな。会いたいし。会いたい。映る関西弁。会いたい。会いたいよ。そう。でね、あと、あれ決めなきゃいけないんだ。明日の、明日よろしくのトークテーマを決めないといけなくって。で今NMB さん、ナンバト、ナンバトル、うん、ナンバトル、うん、やって開催中。そう、開催中。おですよね。はい。で、うん、そのナンバトルは、お題なんですけど、そのナンバトルとか NMB さんについてとか話してほしいなって思ってて、なんか具体的にどういうの話したいとかありますか、千尋の中では。そうやな、ナンバトルか。ナンバトルについてだと話しづらいかな。いや、全然いけますかね。はい。お、じゃあ明日のトークテーマは、うん、その NMB さんのナンバトルについて、はい、お話お願いしてもよろしいでしょうか。お任せくださいませ。お、ありがとうございます。あ、そうだ、あとあれ、あ、チームか、チヒのチームについてもお話とかも良さそうですね。今コメント欄でありました。リンクですね。そうです。わかりました。そう、チームについてとかナンバトルについてのお話、トークテーマでお願いいたします。はい、いや、嬉しい、久しぶりに声が聞けた。いや、私そう、意外となんかまだシャイな部分が残っちゃってて、なかなか自分から連絡してなくって、めっちゃ半年ぶりの連絡になっちゃって、うん、インスタライブぶりですね。そう、インスタライブぶりなんですよ、ジーヒーと。そう、だからこうして電話で声が聞けて、私はとても嬉しいです。私もです。いや、嬉しい、ありがとう。いやいや、本当に本当にありがとう。いや、こちらこそ。電話で、では、じゃあそろそろ電話は、そうですね、どうやって閉めるんだっけこれ。そうですね、あ、そうだ、あれだ、明日明日よろしくお願いしてもいいかな。いいと思う。
はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとう、本当に。うん、こちらこそ。ありがとう。明日託しました、バトンを渡します。はい、では了解です。はい、では電話の方は切ります。めっちゃ締め下手くそ。なんか切りたくないけど、そうですね、切ります。矛盾してる。でもそうですね、また LINE で話しましょう。はい、話しましょう。ではありがとうございました。バイバイ。はい、ということで、名残惜しいながら、ちょっと LINE しとこう。よし、電話ちょっと切って、そろそろね、ショールームも閉めたいと思います。終わりにしたいと思います。ちひは NMB さんの4期生さんは先輩ですね。なあちゃんとかと同期ぐらいなんじゃないかな。14期とかとほぼ分かんない。でも そこら辺じゃない、うん、おそらくだと思います。だから私よりも先輩ですね。2年ぐらい先輩ですけれども、こうやってお話できて嬉しいです。うん、ではランキング発表しますか。締め下手くそ。ごめんなさいね、締めが下手くそですが、ね、今は本当はね、京都に行く予定だったんですよ。もうちょっとこの際だが、ちょっとだけ私の愚痴を聞いてください。悔しいですよ、京都の旅行を楽しみにしてたのに、まあこのような時代、もう誰のせいでもないんですけれど、本当にこればかりは。ただちょっとね、早く収まってちひのお顔を見たいです。はい、ということで、ではランキングトップ5を発表したいと思います。では第5位、まさゆきアットメグレンジャーイエローブラウン、ありがとうございます。そして第4位がペイトングコップンカー、そして第3位がジャンちゃんコップンカー、そして第2位がてるゆきアットメグレンジャー研究生、ありがとうございます。そして第1位が、あー変わった、あ変わってしまった、ちょっともう一回言いますね。第5位がジャンちゃんコップンカー、そして第4位がグレッグアットオメグ中毒、ありがとうございます、 Thank you。 そして第3位がテルユキアットメグレンジャー研究生、ありがとう。そして第2位がポンコツ公務員アットメグレンジャーピーポーくん、ありがとう。そして第1位が愛知のいちごアットメグレンジャースモーキーブラウンさんでした。はい、ありがとうございます。そうですね、まあ今からはちょっと私からこのショールームを見てくださっている皆様へ告知をさせてください。明日よろしくで告知するのもまあどうかと思うけど、まあいいでしょう。このあと10時から東京 MX にて青木ヴァンパイアの悩みというドラマが放送されます。東京ローカルかな、なので東京に住んでる方とか東京 MX が見れる方は9チャンネルをつけて、10時から10時半までぜひ見ていただきたいなって思ってます。で地方に住んでる方は MKIAS というアプリからご覧いただけますので、その MKIAS というアプリでぜひ青木ヴァンパイアの悩み見てください。そうですね、第3話になります。第3話 MKIAS でよかったら見てください。ということで、スクショタイムってしてんのこれ、いつもしようかな、せっかくこれつけてるし、しよう、スクショタイムします。
はい、おしまい。おしまいって言っといて、またまだやるんかいって話ですよね。はい、今度こそおしまいです。では今日もちょっと半過ぎちゃったんですけれども、Siri が起動してしまう。よし、危ない。よかった。今夜10時から青きヴァンパイアの悩みぜひ見てください。そうですね、では明日よろしく。ご覧いただいた皆様、ありがとうございました。ご覧いただいた皆様ってなんか変な日本語になっちゃった。最後まで見てくださった皆様、本当にありがとうございました。私もこの後の青きヴァンパイアの悩みはリアタイしますので、ぜひ一緒に楽しい時間を過ごしましょう。ありがとうございました。可愛い後輩、愛しい後輩についてたくさん話して嬉しかったです。またね。個人の配信もまた近々配信しようかなと思っております。バイバーイ、ありがとうございました。明日は NMB48 の川上千尋さんです。バイバーイ、おやすみなさーい。